の中ではまだその e スポーツっていうものがどういうものかっていうのははっきりしていなくて、まあ、これから分かっていくものなんじゃないかなって自分の中でだと思っています。何がそもそもスポーツなのかっていうその定義っていうのかなが僕にとってあんまりよく分かってなくて、ただスポーツのような熱狂だったりその感動だったりは同じようなことを体験できるなと思います。本番の喜びを味わいたいというただその気持ちだけで勝つためにチーム一丸となって進むっていうのがロールスポーツだと思います。個人じゃなくてチームゲームだからこそ自分のできることってめちゃくちゃ広いと思うんですよ。そういうのってロールじゃないとできないし、まあ、努力した分だけ返ってくるというか、まあ、ロールのプロって結構、まあ、普通の社会人とは違うじゃないですか。でもそれでもそのいろんな人との出会いがあって人としてゲームを通して成長したなと思います。そもそも一人でやってたり一組メンバーだけでやってたりするとすごいモチベーションが保てなかったりするんですけども、応援してくれてる人がいるって考えるだけですごいモチベーションの向上につながりますし、もう励みになります。本当に今 e スポーツっていう単語が一人歩きしてすぎて認識が結構人によって違っちゃってるんで、現場の人間っていう感じですかね、そういう人間の認識と同じような認識を多くの人に持ってもらって最終的には長く続いていくようなそういったものになってほしいですね。ただひたすら本気で自分が知らない世界をできるだけ知ろうっていうその好奇心だったり、あとはつながり友人だったり今いるプロたちと出会う機会があればそれを大切にするっていうのが大事だと思ってます。